NYJK presents 俺たちの音楽 Love, Music and Big Apple。 皆さんこんにちは、ギタリスト・コンポーザーの友谷小川です。はい、皆さんこんにちは、田中慎太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今回は、はい、まあこのタイミングとしては何をやりましょうということなんですけど、そうですね、去る8月24日ですか、ロックンロールの音楽の中でのレジェンドが一人、この世を去ってしまいましたということで、そうですね、どなたですかね。チャーリー・ワッツですね。チャーリー・ワッツですね。言わずと知れた、はい、まあ世界最高のロックンロールバンド、ザ・ローリング・ストーンズのドラマーとしてずっと活動していたチャーリー・ワッツが亡くなりましたね。はい、でこれくしくも前回のポッドキャストの収録の時にちょっとローリング・ストーンズの曲のお話をしましたけども、そうですね、はいはいはい、そんな過本なで、まあ、ちょっとタイミングがということなので、まあ、ローリング・ストーンズのお話をしようかなというふうに、考えております。はい、はい、ローリングストーンズ、まあ、もちろん息の長いバンドですよね。63年、ね、64年くらいから、はい、ずっと、今に至るまで、一応解散したこともないですし、現役ということでずっとやってますけど、慎太郎さんはちなみにローリングストーンズのコンサートとかって見に行ったことありますか？実はね、行ったことなくて。ああ、そうなんですか。ね、2019年かな。はいはい、ニューヨークにもツアーで来る、もうそろそろなんかみんなが揃うのが最後なんじゃないかぐらいの感じのタイミングだったんで、はい、行きたいなと思ってたんですよね。チケットを購入しようとまで考えてたんですよ。はいはい、っていうか一つはあのうちの奥さんのお父さんが、うん、はい、あのご両親が、まあちょっとお母さんはもうすでに亡くなってるんですけど、はい、ご両親がストーンズの大ファン で、うん、でまあすでにね日本であのコンサートをした時とかは行っていらっしゃるんですけど、はい、まあまあね、まあ、同じ理由というか、まあストーンズに対しては失礼な話ですけどね、まあ皆さんもねすでにかなりのお年なんで、はい、皆さんが揃うのはちょっと最後なんじゃないかってことで、そうですね、あのいいタイミングで、まあ、ニューヨークにもちょっとね遊びに来てもらおうかなということで、ちょっとチケットも買って、でそれこそお父さんを招待しようかぐらい考えてたんですけど、うん、はい、でチケットが販売された初日ぐらいなのかなで見てたら、うん、あ、まあまあこのぐらいだったらちょっとあの行ってみましょうかっていう感じだったんですよね。うんうん、で、はい、まあお父さんが来る来ないっていうのもちょっとあったので、まあ、じゃあとりあえず、はい、まあ2、3日ぐらいちょっと待ってあの、うん、買いましょうかっていうことで。なるほど。で待ってたんですよ、2、3日。はい、で結局ちょっとお父さんは都合が悪いから来れなそうだってことになって、でもまあまあ我々夫婦だけでもねあの行ってみようかと思ってたんですけど、はいはい、2、3日経った時点でもうあのチケット代がもう跳ね上がってて、うんうん、ちょっとこれは無理だっていうことになりまして、そうですよね、そこのね予断を許さないっていうのはローリングストーンズですね、本当に、うんうん、もうまあその演奏のスタイルがどうだとかっていうのを置いてて、まあなんか動く博物館みたいなもので、もうその歴史が回ってくる我が町にやってくるみたいなところなので、そうだよね、うん、はい、まさにそういう感じですよね。そうですね、僕は本当に幸運にも幸運というかもう本当に1回だけローリングストーンズの演奏を聴きに行くことができまして、あれはまだ僕がですね高校2年生から3年生に変わるちょうど春休みぐらいの時期だったと思うんですけども、2007年ですね、その当時、ビガーバンというアルバムをリリースした直後のですね、ビガーバンツアーの一環で、僕の故郷、生まれ故郷の名古屋の、名古屋ドームに来るということでですね、まあ、同じようにあの60年代のロックが好きで一緒に聴いていた同級生の林くんから誘われまして最近友達
失言にしたかいよね。はい、林くん。石橋くんじゃないけど。そうです、そうです、そうです。ちょっと今回の友情出演をさせてもらいました。はい、はい、林くんに。でもまあ、林くんとも話していて、チケット取ろうかなんていうことで、発売日直後にいろいろ問い合わせたら、まあ、一気にその値段を跳ね上がっちゃってたわけですよ。うん、で、とてもじゃないですけど、僕もそのアルバイトとかをし始める前でしたし、お小遣いで賄える額じゃねえってなったんですけども、うん、でも、あの、そこら辺を諦めずにですね、なんとか粘ってヤフーオークションでずっと何日かこう貼っていたら、うん、本当にそのライブのわずか1週間前ぐらいに、名古屋ドームのチケットがヤフーオークションで、まあ、そんなに手の届かない額じゃ、ではなかったので、うん、2枚ほど出ていてちょうど、なので僕と林くんはそれをヤフーオークションで競り落として無事行くことができたんですよ。すごいね、うん、そうなんです。そしたら同じ日にですね、なんかあの、まあ、バンド仲間だったドラムの野尻くんはですね、野尻くんね、はい、野尻くんお父さんの経済力使ってすごいアリーナ席で2人で見に行ってたんですよ、お父さんと。くそこいつと思って。野尻くん、はい、あれだね、ちょっとロックンローラーではないよね、したらね。そうですね。野尻くんね、でも野尻くんお父さんが結構その割とジャズとかそういう60年代とか好きな人だったんで、それで2人で見に行ってましたね。で、まあもちろんそう、でも僕は本当にあのアリーナじゃないんで、もうだいぶその野球場の外野席だったんで、本当にもう米粒みたいにちっちゃいチャーリーを見て、はい、まあ、興奮してましたけどね、もうずっと叫びっぱなしでしたわっていう。まあでもそのね、ちょっと100メートルぐらい離れてるかもしれないけどね、でも、はい、なんかちょっと同じ空気を吸うっていうのは、そうなんです、まあ、でこんだけのお金払って豆粒見てっていう意見もまああるんでしょうけどね、でもちょっと、うん、その辺のこう同じ空気を吸えるとかっていうことは貴重なことですね。そうです、特別な体験だと思いますね、うん、まあ本当になんか田舎者みたいな発想ですけども、本当に外タレというかですね、生きるレジェンドが我が町にやってきたってだけで嬉しいのに、こう同じその空間にいることができる、しかもそれをちゃんと、まあ、マイクとかを介した音ではありますけれども、その場でその人が奏でている音をあの体感することができるっていうのは、こう、まあその高校生の僕にとってはもう本当にもう何者にも変えられないというか、貴重な経験でしたね、はい、うちのその奥さんは、はい、あのご両親がストーンズファンなので、結構見に行ってんですよ、はい、日本に来るたびに多分昔から見に行ってて、ちょっと何回見に行ってるのか分かんないけど、それをね、またね、すごいこう、はい、まあ、自慢するわけですよ、ね。はい。ストーンズ格差じゃないけど、まあ、いくらストーンズが好きだと言っても、実際にあの、ね、コンサート行ってないでしょっていうので、もうまあそれもうだからね、チャーリーが亡くなってしまった時点で、はい、埋め合わせはもうできないなっていう。そうですね。チャーリーが亡くなって、すごいこうなんか悲しい気分ももちろんあるんだけど、見れないっていうがっかり感もちょっと僕にとってはちょっと大きいんですよ、ね、しかもその2年ほど前にこう半ば見るか見ないかのところまで行ったにもかかわらず、それは惜しいですね、やっぱり。そうですね、このやっぱりな、そのちょうど時期というか、まあ不謹慎な言い方ですけど、やっぱだんだんそのレジェンドと呼ばれる方は、まあ、姿を消していく時代になってきているので、まあね、やっぱりこう、はい、あの自分が動けるうちにどんどん見に行かなきゃなっていうのはすごい感じますよね。御年80歳でしたもんね。そうなんですよ。そう考えると言ったら、でもね、ミックにしても、はい、キースにしても76歳ぐらいですかね、もうちょい行ってると思いますね。まあでも、そうですね。すごいですよね。すごいですよ。もうおじいちゃんですから、本当に。そうですよね。はい。おじいちゃんたちがですね、これじゃ満足できないぜって歌い続けてるんですよ。そうだよね。はい。もう。いや、でもかっこいいからね。かっこいいです。本当にかっこいいと思います。かっこいいです。で、その時もやっぱりもちろんね、ライブパフォーマンスの時に見ても驚いたのが、
まあその当時やっぱりバンド経験っていうのはあったわけですけれども、うん、やっぱりそのまあもちろん僕らはアマチュアだったんでそんなことしょっちゅうだったんですが、うん、こうリズムが速くなったり遅くなったりっていうのをバンドをやったりとはあるわけです。いまだにあります、はっきり言って。別にプロフェッショナルになった今でも、うん、まあ、ちょっと自分が盛り上がりすぎたり気合入っちゃったらやっぱりすごい速くなったりとか、うん、そういうことってあるんですけど、やっぱりそのチャーリー・ワッツのドラムが弾いてるからっていうのもあると思うんですけど、ものすごくそのステディーだったというか、全体として安定している。なんかこう常にずっと観客が一定のこう安心した安定したリズムで乗り続けることができるっていうのがすごく驚いた部分で、だってその当時だって2007年とかってもう60代とかなわけですよ皆さん。でもそこでですね、なんというかこう、ちゃんとみんなが乗れるロックンロールを演奏し続けてるってすごいなと思いましたよ、うん、これはやっぱりチャーリー・ワッツって、もちろんドラムって一番こう体力を使う仕事というか楽器なので、うん、それをずっとあの年でやり続けられるっていうのはとんでもないなって思った記憶がありますね。あとはやっぱね、そのリズムセクションというかやっぱ礎だよね、はい、そうですね。ロックンロールドラムとは何たるかっていうのがこう全部詰まった、はい、人だと思いますね。ただまあ、チャーリー・ワッツ自身は決してロック畑の人だと自分をこう定義していなくてですね、うん、ロックに対してはノーを突きつけ続けてるんですよ。チャーリー・ワッツ自身は、自分をやっぱジャズドラマーと、でジャズドラマーがローリングストーンズで演奏してるっていう風にこう自分では言い続けてるわけですよ、うん、複雑だねそれ。どう解釈したらいいのかっていうのファンとしてもちょっと複雑ですし、うん、あれなんですけども、はい、まあでもそういう意識らしいです。、はい、なので、ローリングストーンズ以外の場所でのチャーリー・ワッツのプロジェクトっていうのは本当に多分にジャズです。あ、そうなの。本当にジャズです、はい。なのでしかもそういうところってちょっとストーンズの部分にも片鱗がありましてですね、うんうん、ライブアルバムなんですけれども、Still Life ってアルバムがありますね、うん、Still Life ってアルバム、これ結構僕好きなライブアルバムなんですけれども、これ1曲目にですね、そのストーンズのメンバーがこうステージに上がる時のこうなんて言うんでしょうね、呼び出しの音みたいな、うん、があるんですけど、それがですね、ジャズのスタンダードの Take the A Train っていう、A 列車で行くって日本語だと、はいはいはい、あれが流れるんですよ、うん、でそれに乗ってメンバーがバーってステージに上がって Stones のオリジナルを演奏し始めて、まあ、本当これおかしいんですよ。なんかStones って別にジャズバンドでもないですし、なんでこれ A 列車なんだろうみたいな感じなんですけど、これはやっぱりチャーリー・ワッツの個人的な好みが反映されてるってやっぱ言われてますね。なるほどね、はい、うん、そうなんです。まあでも結構チャーリーってそういう、例えばアルバムのジャケットのことだったり、そのステージングの面での、まあ、デザインとかトータルコーディネートみたいなことをチャーリーが手掛けていたっていう話も聞きますね。なるほどね、はい。まあでもだからなんかそのドラムっていう楽器の特性もそうだけど、その人格としても、はい、そのバンドのなんて言うんだろうな、こうきちんと一定安定したビートを刻むというか、ね、そうです、そういう感じってことですよね。まっすぐ突き進む男なんです本当に。まあごめん、でもこれってロックじゃんって感じですけどね、うん、ロックンロールとはってことですよ本当に。まあまあそうよね、まっすぐ自分を貫き突き進む、だからこそやっぱり偉大なロックドラマーなのかなと思いますね、うん、ステージ上で他のメンバーが何が起こっていようと簡単に常にそう淡々と自分に課されたことを突き進むっていうね、やっぱかっこいいんですよねそこが。なんかいろいろ逸話もあるよね、うん、だから今回ちょっとね調べたというか、はい、僕がなんか面白いなと思ったのが、なんとなくこう、はい、物静かで、うん、なんていうんだろう、他のねメンバーがちょっとこうお板をしてる時でも、はい、ちょっと冷ややかな目で見てるじゃないけど、そうですね。でなんかね、一個ちょっと正確かどうか分かんないんですけど、ミックがなんか酔っ払って、はい、ああはい、俺のドラマはどこだみたいなこと叫んでて、うん、それを聞いたチャーリーが、はい、まあ、一発ぶん殴って、
こう、お前のドラマーじゃねえと。そう、しかもちゃんとそれ、あの夜中にあのミックに起こされて、乱暴に起こされて、それに多分ブチ切れたんですね。その後ちゃんとそのミックのところに行くまでに、あのひげ剃ってスーツ着て髪ちゃんとセットしてミックをぶん殴ったっていう、かっこいいっすね。なんかね、かっこいいっすよね。流されない美学ってやっぱありますね。あるね、うん、はい。まあ、そこが魅力だよね。だからそう、演奏も人もっていうね。そうなんです、そうなんです。しかもこれだけだって何十年ストーンズやってるかっていうところで、自分はジャズドラマーだ、ロックドラマーではないって言い続けるのもわけわかんないですけど、でもそれを貫いてるっていう姿勢やっぱ本当にかっこいいです。だからこそこれ演奏中にみんな、まあ本当悪い言い方ですけど、みんな甘えちゃうんですよね、チャーリーにね、と思うんですよ。なんかこう、安心して自分の背中を預けられるというか、うん、うん、みんな本当にずっと甘えてきたんだなってちょっと思いますね。まあね、ちょっと本当に、まあ、そういう人であるがゆえに、ちょっとやっぱり悲しみも募りますよね。そうですね。というかもう本当にそのチャーリーのドラムなしでの今後のローリングストーンズはあまり想像できないというか、どうしてもね、その例えば自分をチャーリーの場合、こう自分の姿勢を貫き続ける一貫したものがあるって言っても、決して音楽的にエゴがあるわけではないんですよ。なんか自分が目立とうとか、自分がよりよくこうしてやろうってことをするわけではなく、自分に与えられたものが何で、やっぱり自分がというかこの音楽全体の中で必要なものは何かってものにこう真摯に向き合うタイプのドラマーなわけですよ。なのでこうめちゃくちゃ上手だったとしても、その自我があまりに強すぎていろんなものに邪魔をするって人たくさんいると思うんですけども、でもそのチャーリーはそこの部分がないというか、本当にストーンズのレコーディングにしろライブアルバムにしろ聞いてもらったら分かると思うんですけど、ドラムがボーカルの邪魔をしてる瞬間なんて一切ないわけですよ。なるほどね。はい、だから結構僕ライブアルバムとか、積極的に聴いてほしいなと思うんですね、チャーリーの良さを。なんか一曲、はい、まあ一曲でなくてもいいですけど、はい、チャーリーの魅力が分かる曲って何かありますか？このシンプルさっていう面で言うとですね、同じくライブアルバム、これ一曲にとどまらずライブアルバム全体的にそうなんですけど、この、Get Ya Ya Ya's Out っていうあのアルバムがありまして、これ完全にライブレコーディングで、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでレコーディングされたアルバムなんですけども、これ69年のレコーディングとかなので、結構みんなドラッグとか使ってハイになってたりですね、あるいはまあファンの人たちもギャーギャーうるさかったりするんですけど、これ驚くほど抑えたテンポで少しも走らずずっと最初から最後まで進んでます。曲結構やっぱりライブって特にロックみたいなこう衝動性のある音楽ってやっぱり走っちゃったり、まあ速くなっちゃったりっていう傾向があるんですけれども、でもこれが全くなくですね、本当に曲によっては実際のレコーディングよりもちょっとゆっくりめのビートですごい落ち着いたビートでずっと叩き続けてるのがあったりするんですよ。っていうのと、さらに細かく言うとですね、Live With Me って曲がありますね、このアルバムの中から。この Live With Me って曲は、ギターがリフを結構弾く曲で、さらにこの時期の、ローリングストーンズのラインナップはギターが2人、まあギター常に2人いるんですけど、キース・リチャーズともう一人ミック・テイラーというですね、結構腕の立つギタリストがいて、まあいろいろ細かく何て言うんでしょうね、こじゃれたことだったりこう気の利いたことをやる人なんですよ。でそれプラスキースの、リフが入っていて、さらにベースのビル・ワイマンがいてって、結構ですね、忙しいんですよ、やってることが。なんか音が結構細かく詰まってるんです。でそこにおいて本当にチャーリー・ワッツはシンプルなことに徹していて、決して派手なことをしないんですね。だからなんかこういうのが本当に自分の立ち位置分かってるし、音楽的に何が必要なのかっていうのを一番深く理解してるなって思うんですよ。なるほどね。はい。はい、そう、これぜひちょっと。で、さらにまあリフ自体もものすごくドライブ感があって、前に前に進むっていうようなプレイをしてるんですけど、できる限りチャーリーがそれをもうちょっと後ろに持ってくるようにですね、常に一定のテンポになるようにっていうことを
心がけている演奏は聴けるので、これちょっと一度聴いてみてほしいですね。これでもそれだけじゃなくて、ちゃんとテクニックがあるっていうこともね、足すべきところを足すってことをやっている曲もあって、はいはい、これ前回ですね、映画のお話の中でジョン・マグワイアの中で出てきたビッチっていう曲です。これ、アルバムスティッキーフィンガーズに入っているんですね。はいはい、この曲もすごくドライブ感のある曲で、前に前に行く曲なんですけれども、うん、これよく聴いてるとチャーリーがものすごく細かくいい仕事をしてるんですよ、うん、もちろんベースやギターがやってることも前にこう乗るようなグルーヴ感のある曲なんですけれども、普通こうスネアドラムっていう、スネアドラムっていう、まあ、パシッて音がする、うん、太鼓の部分ですね。太鼓の部分がスネアドラム。それが、ロックンロールだと2拍目、4拍目とかにたった、パッとった、パッとった、パッとっていう風にこう入るのが普通なんですけども、こういう目立った2拍、4拍に入れてる、教科書通りのスネアドラムの位置だけじゃなくて、ものすごく小さい音で、16分音符とかでゴーストノートっていう、ちょっとこう、判別しづらいぐらいの音量です。つまり普通にアクセント入れる時よりも抑えた音量で細かくゴーストノートを叩いてる部分があるんですよ。パッと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 パッみたいな、こうよーく聞いていただけると分かるんですけど、こういうですね細かいこうゴーストノートの使い方がすごく上手で、そういうのありきでやっぱりこの前に前に行く躍動感のあるグルーヴが生まれるんだなって思うんですよね。なるほどね。はい。なので、まあ、あまり皆さん、チャーリーのドラミングに、こう、今まで、注目して聞いてこなかった方も多いのかなと思うんですけども、でも、そういう、すごい細かいところに、ちゃんとやろうと思えば、こういう、そのテクニックが必要なこともできるんだよっていうのがね、隠されているというか、そこがチャーリーの魅力だなって思います。はい。はい。というわけで、今回はですね、チャーリー・ワッツ追悼ということでお話してきましたけど、やっぱりもうなんかちょっと繰り返しになっちゃいますけど、演奏もそうだし、はい、人となりもそうだけど、まあ、彼なくしては本当にこう、うん、ストーンズはやっぱ成り立たなかったんだなっていうところを本当に感じますよね。うん、まさにそうですね、うん、はい、ということで、まあね、ちょっと次回以降ももう少し突っ込んでストーンズの話をしていきたいと思いますので、まあ、はい、ストーンズの、第1回でした。はい。俺たちの音楽では番組へのご意見、ご感想、リクエスト等をお待ちしております。宛先は music.bapnyc@gmail.com musicbapnyc@gmail.com また番組では個人・企業のスポンサーを募集しております。スポンサーになっていただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。ぜひお問い合わせください。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。田中メディアラボ。